はい、富士山ゴルフです。まずは、お礼から。やっとですね、チャンネル登録者が1万人を超えたみたいで、皆さん本当にありがとうございます。で、でも、1万人って、まだ1万人か、いうのが本当の、率直なとこなんですけどね。でも本当に、8月に1000人にやっと、1年半ぐらいかけて1000人到達したなと思ったら、そこからなんかだいぶ早かった。早かったですよ。半年もしないうち、うん、ちゅうか最そんでな、ね、2ヶ月ぐらいで2ヶ月ぐらいじゃん。2000人になったなと思ったら瞬間どう11月入ってからぐらいで、8000人。そうやね、一気にっていうか、まあ本当にありがたいことで、改めて、お礼を言わせていただきます。どうもありがとうございます。で、結局ちょっとお話しさせていただくと、うちのチャンネルって別に何をこう他の工夫を一切してるわけでもなくって、もうひたすらゴルフスイングはこんなもんですみたいなのをやってるだけなんですよね。だから興味のこう入ってくるところとしては、なんていうかな、こう入り口としては本当に狭いところでやってると思ってるんですよ。こうやって打ってください、こうやって体使ってください、こうやってクラブ扱ってくださいみたいなことしか本当にやってないので、まあ本当に可能性としては、広がっていく可能性としては本当にこう小さいというか薄いかなとは思ってるんですけど、それでも一応こう自分に、今私にですね、こう本当にこう熱意を持って語れること、できることはまあここなんじゃないのっていうことで、時々こうなんていうの、歯に衣着せぬ物言いっていうの、ちょっとそう分からんけど言うてもらったまた言われんまたちゃうぞって、それはそれは総殺と違って総裁じゃんまあなんでもええねん。それでもこれからやけど絶対総裁って言うたらいい。俺はずっと総殺って言うたら、今日もちょっと奇想天外というかそんな考え方、こんな考え方でやってっていうので、またやりたいと思うんですけど、で、やりますね。でちょっとこうおもむろにもう喋ってるばっかりちこで打てえいう、それは僕もね、そういうコメント、それはねすっごい大いに賛成で、自分もいろんな YouTube 見るんですけど、もう公射球打たないとトントン打てえってすごい思えてくるんで、もう公射球打てんとトントンと打ちます。で今日言いたいのはこういうこと、打つよ、まず打つよ。今日言いたいのはこういうことで、もうこういうことや、これ打っただけでも分かったでしょ、僕が何言いたいか。あ、なるほど、今日はそういうことが言いたいのねって、もうこれ打っただけで分かったでしょね。今何をずっとこれ繰り返してるかっていうと、いい、これやったじゃん、右でこうやってつけっていうやつ、うん、でこのボールを右手でこれ延々、今もそうないけど、これは今右手だけでついてる、ついてるよね、うん、ひたすらついてるよね、うん、ついてるよね、うん、でこの右手でついてけっていうのと、今度左手ではついてない、ね、うん、左手は左手ね、うん、左腕は今日言ったように左腕はこうやって引いていくよっていう話、ついていくんじゃなくて、左手はボールの後ろから払っていくの、吐いていくの、うん、だからこう左腕はこう横の8の字っていう動画も上げたと思うけど、うん、左腕っていうのはイメージとしてはボールを横から払っていくの、うん、で右手っていうのはボールを上からついていくの、うん、でこれをコンビネーションさせたい、うん、だから左手だけイメージするんやったら横から払うし、うん、右手だけイメージするんやったら上からついていくよっていう、うん、でまあそれを単純にイメージとしてコンビネーションさせるとこういう動きになるよっていうことを言いたいんだけど、うん、で今日言いたいのは、もっとも言いたいのは、うん、まあ、そういうことじゃなくてっていうより、これが一
応その話の出だし、うん、で今日最も言いたいのは右手でボールのイメージね、うん、これ今から言うのはクラブヘッドじゃないよ、うん、手、うん、手の右手のこう、うん、こういう使い方やいうのもやったじゃん、うんうん、右手のこうをついてくれてもこうやって これもやったよね、うん、あの時って実は何をイメージしてるのか、右手のこう側をボールの前へ入れてんのかってイメージ、うん、でも右手のひらをフェースのイメージで扱いなさいっていう話がよくあるじゃん、うん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 、だからみんなあ右手のひらがクラブのフェースなんかって思うと、うん、こことここをイメージ一致さすとさ、うん、どうしてもさ、てめえこうやるじゃん、これでも打てるやん、うん、打てるけどさ、これはさなんで打てんの言うたら胸ももっと言ったら縦に回ってるし、下半身の使い方も正しかったら打てるよ、うん、でもこれでももう俺の中では何をやってるかっていうと、うん、こうはやってないのよ、うん、ちゃんとこうやってんのよ、うんうん、でこのイメージとして右手のこう側をボールの前に入れてんの、うん、前に、うん、右手のひらがフェースやって思うとこのイメージですらボールの後ろ入れがちやん、うんうん、じゃなくって右手のひらをボールの後ろに入れていくんじゃなくて、うん、右手の甲をボールの前に入れたいのね、うん、そのイメージでやると、うん、右手でついてもボールが拾えるのね、うん、右手はそういうこと、うん、で右手の甲がボールの前じゃん、うんうん、たら左手の甲がボールの後ろの前、だから左手の甲でとフェース面を一致させてボールの後ろから入れていくの方が話優しいよ、うんうんうん、でこの時に右手が何してんの言ったら右手はいやいや右手はボールの前へ入れてってるよって、うん、ボールだったら右手はボールの前へ入れてます、うん、左手はボールの後ろからフラットに入れてきます、うんそれでプラマイゼロ。そう。で、その動かし方が右手と左手を、うん、ね、左手のその動かし方を右手が操作してんねん、うん、で、右手の前、うん、逆に言うと右手のこの前へついてくっていう動きを左手のこれが操作してんねん、うん、っていう考え方、うんうん、だから、あのなんて言うたらいいのかな、そうやって考えれば、うん、こうあのクラブをね、うん、ダウンスイングで寝かすとかフラットに入れてきたって、うん、フラットにずっと入れ続けて、うん、右手もフラットやからダフるわけじゃん、うんうんうん、左手はフラットに入ってきても右手はここからボールの前についたついたればフラットじゃなくなるじゃん、うん、右手のひらでいきなりフェース面をイメージするとそれこうなるよね、うんうん、でましてや右手でフラットに入れてこようとすると、うん、もう右手で一回フラットに入ったわけやから、うん、次左手何すんのよって話になるわけ、うん、僕でもそのショートゲームになればなるほどって言ったらおかしいけど、うん、100ヤードぐらいかな、うん、前後になってくると、うん、俺はそのスイングをしたがる。どっち、僕はな、どのスイング、 さっきの背で、今は背で8の字立て、右立て、左は横、うん、っていうのを余計に強調して、左を横を強調したくなるってこと。うん、どっちも操作する動きを余計欲しくなる、うんうん、大きいのはなんとなくブレるかなっていうのはあるよ。ああなるほどね。それは大きくなればなるほど体の動きがそれにさ、うん、ついていけへんやん。小さくなればなるほど、うん、なんとなくそれが強調していけるから、俺の中では100ヤードをそれで決めると、うん、フォロースルーも小さくいけるかなって、うん、はい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 、小さいほどなんとなく分かるやんか、うん、フォロースルーが大きくなったらさ、それどこにあんねんって思う、うん、なるよね。でそれはまさにこのサイズがこう船底、うん、こう胸ね、うん、肩から肩で収まってる時っていうのは、うん、もうローテーションが入って
入らないじゃん、あんまり、うん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 、だから今の話っていうのは分かりやすくなるんやけど、うん、やりやすい、そうサイズアップした時に今の話っていうのは難しくなる、ね、難しいね、そうだからそういう意味でも本当にハーフスイングで、うん、分からなくなったらここに戻ってっていう動画も上げてると思うけど、うんうんうん、ゴルフスイングってゴルフで調子が悪くなってきたらとにかくハーフスイングに戻るのよ、うん、で、うん、左腕のフラットな軌道と、うん、フラットっていうのはこっちのカメラに撮っとる、はい、左腕のをフラットにクラブを扱うっていう要素と、うん、右腕を上からついていくっていうのをコンビネーションさせるわけね、うんうん、でその上、うん、こういう山っていうのをやったじゃん、うんうん、でその上は実はこの動きを覚えてしまうとあその上ができるよっていうことで、うん、そのモーションとして2つに分けて、うん作って出すわけよ、うんうんうん、だからそうすると一つの動きになってくるっていうのをやったつもりねんけど、うん、どうもあれもまだまだなんかこう分かりづらいらしくて、うん、でまあ一応今日はもっとも一番分からんのは言うたってここ運動よりも、うん、なんて言ったらいいのかな うん、ここを本当に単純にこうやって、うん、こうやって打つのってこう本当に思ってる人が多いっていうの、うん、こうやって打たないよ、うん、こんなんスピード出んよこれ、うん、無理よ、インパクトないよね、うん、インパクトがない、そうインパクトがないよ、だからここ何してんの言うたら左手はしっかりこんだけの動きでもしっかり後ろから回してるし、うん、切り返しは、うん、そう後ろから回すよね、ダフりそうじゃん、うん、後ろから回ってくるんやから、うん、なんでダフらんの言うたら右手を、うんボールの前に、うん、右手の甲をボールの前にアタックさせてるね、うんうん、こうやって、うんうん、だからこうなるわけよ、あダフんないじゃん、うんうん、めっちゃターフ取るけどね、ま、それはもちろんそうよね、うん、前にターフ取れるよね、うん、でびっくりするぐらいのターフ、そうでいいなアホな思ってるけどと言うしてる人も、まあ、まだまだ思ってる人多いと思うけど、うんアホなも下手でもなくていい、グリップした時にこれボールフェースあるじゃん、うん、で右手と左手でグリップしてるわけよね、うんうん、っていうとボールがどこにあるんですかっていうふうにも考えてほしいの、うん、グリップした時に、うん、右手と左手のこれちょっと時間長くなってるけど、うん、右手と左手のグリップした時にボールどこにあると、そうやって考えたことない、ボール、うん、右手と左手のどこにある、うん、こう、お、僕、こう、こう、平や、そう平、うん、グリップしてるくせに、うん、ボールっていうのは、うん、いい左手の中にあって、うん、右手の中にあるね、要するに右手と左手の間にボールってあんねんで、あ、そういう感じで、そうなんや、そういうことよ、ボールっていうのは、うん、この手とこの手の間にあんねんて、そこにセットされてるんで、あ、そうなんや、そうよ、だってこうやってグリップしてんねん、そうよな、そうだからいい、うん、っていうことは右手のひらより前にあって、うん、左手のひらより右にあんねんて、ボールポジションっていうので真ん中や、で真ん中ないで、そんな風に物事考えてる人ってほとんどおらんと思うよ、あ、俺違った、俺左手の甲にある感じ、左手の甲にあるって思ったらさ、うん、だから引っ張る力の方が強いなっていうイメージが自分があるんやろな、うん、でもさ、うん、こうなったら左手の甲の前にあるんやったらさ、うん、ここでええのって話になる、あかんやん、左手の甲の前確実にあるあかんな、うん、だから右手の分かる、うん、右手のひらの前にあるって言ったら別にどんどんこっちやったら全部正解だそれ、じゃあここだけにあればいいのって、左手の内側にあればいいのって言ったらボール右に置いてったらもう全部正解じゃん、うん、でもボールポジションって難しいんやろ、うん、なんで難しいのって言ったらこっちより左手よりのひらよりも中で、うん、右手のひらよりも中なわけよ、うん、要するにこことここの間にあるわけよ、うん、だからボールポジションっていうのはめちゃくちゃ難しいんだよ、こことここの間ってないやんって繋げとんねんから、うん、ないやろって、でもあるやんっていう、うん、グリップしてしまっとるけどこれシャフトを挟んでグリップしてるってことはここにあるじゃん、
ここの中にボールポジション入れてこないかんから、うん、ゴルフっていうのは難しいのよっていう、うん、ゴルフって言うとけど難しいよ誰も簡単とは言ってへんけど、うん、いやいやおいやいやごめんほんで打てん言うて話ばっかりしてるけど、うん、俺めちゃくちゃ言うやっとここに、ね、今本当にこんだけチャンネル登録伸びてくれたけど、うん、ずーっと俺は何を言われてたかっていうと、うん、動画内容が難しすぎる何を撮るか分からへんできへん、うん、あんなんで見る人おるわけないってひたすら言われ続けてたもん、うん、言われとったな難しすぎる、いや、難しすぎるっていい、うん、そもそも簡単やったらもうお前らできとるやろ言う難しいよゴルフは言うでも普通練習場でボール打ってる人見てても誰一人ものすごく簡単そうに打てへんもんでもさ、優しく教えてほしい。そう、それはわかる。だから多分やけど優しいっていうのは寄り添うように優しく教えてくださいはわかるねだけどそれはわかるけどもっと内容を優しくしてくれ言うたら、うん、そう内容は優しくしたらこれも上げて下ろしたら当たるやろって言ったら終わってもらう当たる人だけはねそうできるできるわかるまた話ずれてった。あ、ずれてったな。でも本当にいい。ちょっと長くなってるけど、これはすごく大事な感覚。左手と右手のこの間にボールがあるの。だから間にあんねったら、うん、右手はダブりたくないって言ったら右手は前行かなかんやろ。うん、左手は間にあるんやったら。うん右手の後ろから入ってこないかんやろ、うん、だからインパクトイメージってこういう話聞いたことない、うんうんうん、インパクトのイメージ、うん、ハンドパスのインパクトのイメージするときは別にこうでもいいんやけど、うんうんうん、このイメージで入ってきますっていう話あるじゃん、うんうん、だからそうなった場合は何がこうとこうの間にボールがあるんじゃないやろ。違うんだ、こうやって握っといてこのイメージで打てっていう話やんか。ややこしいな。ややこしいよ。だからインパクトのイメージとしては右手が左手の内側から、うん、分かる、うん、内じゃん、内側から、うん、しかも前、うん、で左手の甲でこの右手の甲を押してってるっていうイメージがハンドファーストじゃん、うん、それをみんなこことここの間にボールがあるって夢にも思ってないから片っぽだけの感覚で全部やるわけよ。片っぽだけなんやったらせっかく両手で持ってんのに片っぽだけのイメージやんか。まあでもそうやな、言うのは分かるよな。左が引っ張るイメージやろ、右は押すイメージでさ、引っ張るんやで打ちないと引っ張れへんわな。そうやね、押すんやったらこっち内側にもらうと押せへんやんかねっていう。だからでもそれもその感覚も全部できてる人の感覚やんか、うん、できてない人にレクチャーしよう思ったら、うん、今みたいな話になるわけよ。こんなものの考え方じゃないと。あ、なるほどな。そうで、そうすると話が難しいってなってくるね、うんうん、難しいよ。だからできへん人にとっては、うん、っていうはいもうええ、言いたいことみんな言うたもうええ、言いたいことみんな言うた、今日もうええってもうええ、スッとしたっていうことで、今日は、左手はフラットに横から、右手は前、要するに左手はボールの後ろから拾ってこい、右手はボールの前へ入れていけ。それで、そう、なんでかって言ったら、ボールはこことここの間にあるから、こうやってグリップしとるから、この間、なさそうやけど、だからない、こんだけ狭いところにボールポジションをセットする必要があるんで、ゴルフは難しいの。でも、いい。そのスイングがある程度できるようになってきたら、スイングが良くなってきたら実はアドレスもそんなに狂わない。そうやな。そう、それはそやわ。そうだから、いいスイングを持ってる人のボールポジションっていうのはあんまり動かない。動かへん。アライメントもそんなに狂わない。アライメントが狂う、あっち向くこっち向く、球の位置が結構ずれるっていうのはそもそも持っとるスイングが大したことないってこと。そう、っていうことで今日はちょっとさらに詳しく右手と左手の使い方っていうのをやらせて
いただきました。ありがとうございました。